今回は女性向けの動画です。何気ない発言で男子がスーッと離れていくような隠れ爆弾発言をしてるそこの女子たち、もしかしたらこれを言ってなかったら実ってた恋があったかもしれない。今日はそんな絶対やめていただきたい女性の NG 発言10連発いってみよう。あーごめん、その日予定あるんだよね。いつ空いてるかは言ってくれないんですね。シフト出たら言うね。本当に好きな人にはシフト調整するねって言うんですよね。前の彼氏は元彼と比較するの早くね。彼女いないの？よかったら紹介しようか。あなたを狙ってたんですが、もう迷惑でしょうか。私大して仲いい友達いないんだよね。同性に嫌われる人って嫌な人が多いもんですよね。明日早いからお休み。まだ22時ですけど早くね。他の誰かと電話でもするんですか。ねえねえ、連休何するの？私実家に帰るけど。なら言うな。寒いからどこにも行きたくないよね。イルミネーションとか誘わせてくれ。〇〇君って海外ではモテそうだよね。それ見た目好みじゃない人に言うやつ。今日楽しかった、またみんなで遊ぼうね。どうですか、やってしまってる女子、やられた男子いっぱいいるんじゃないですかね。ただのあるあるじゃ終わりませんよ。男子がそっと去っていく発言っていうのは大きく分けて2種類あります。対策しようぜ。一つ目が時間埋まってる系で、もう一つが他に男いそう系なんですよね。大体この2つに当てはまるんですよ。じゃあこれを逆手に取れば、皆さんは男子にモテモテになるってことなんですよ。だから結論、もう男子にこう言っちゃってください。私何々君にデートに誘ってもらいたいな。シンプル、シンプルイズザ最強。攻めすぎだって。でこれぐらいシンプルじゃないと男子は気づかねえね。ということで、またあるあるやってって方はいいねボタンをお願いします。アディダース。